はい、続けて974回始めます。4月8日ですね。はい。あ、4がこれなかなかないんだな、確か。あった。いきなり出ました。はい。974回、何でしょうか。うん、全然、もう、行き当たりばったりです。あ、今度ちょっと、病気の話ね。逆流性食道炎。これがね、結構、成人の約 15% が、罹患していると言われる逆流性食道炎、皆さんどうでしょうか、心当たりないでしょうか。ヨガジャーナルオンラインっていうねところからですね、成人の約 15% が罹患している逆流性食道炎、かかりやすい人の特徴はっていうことで、これ知ってますかね皆さん、逆流性食道炎。私はね、この何、常にじゃないんですけど、やっぱり胸焼けとかね、なりがちな人、胸焼けっていうのはこの逆流性食道炎である場合も多々あるってことね、胸焼きとか胸焼けとか胸痛、胸痛などいろいろな症状を自覚しますと、胃の粘膜から分泌された胃酸の主成分は塩酸、そうなんですよ、いわゆる胃酸ね、これは結構強烈な酸性、もう塩酸、主成分は塩酸であり、これがまあ食道には防御機構がないために、胃酸や胃の、内容物が食道に逆流することで食道を傷つけるんですね。容易に食道粘膜に炎症を引き起こしますと、それがまあ、結構辛いと、痛みとか不快感とか熱い感じがするという、胃とかはね、防御機能、粘膜、いわゆる塩酸に耐えられるように作られてるんだけども、それが逆流してね、食道とか上の方に逆流してくると、食道とかはね、その粘膜がね、その強い酸性に対抗できるぐらいの、作りになってない、防御機能がないために、胸焼けとかね、胸痛とかすると。特に中高年や高齢者に多く発症、私ももう中高年ですよ、だからなってもおかしくない。適切な治療を受けない場合は胸焼け症状などが持続することで日常生活に少なからず支障をきたすと、対策としては加齢、逆流性食道炎は加齢とかね、あと食事の内容、肥満とか、あと姿勢、によって食道を逆流から守る仕組みが弱まるということですね。食べる姿勢とかね、あと食べてすぐ寝るとかね、これも良くないみたいですね。あと食べ物とか、あと生活リズムで胃酸が増えすぎるっていうことで もう起きやすくなるということね。もう胃酸が異常に増えると。いろんな要因あるんですけども、原因ね、その一つだと食べ物、脂肪分とかタンパク質とか多く食べるとなりやすいですよ、食べ過ぎね、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のもたれなんて言ってね、ありますよね、いろいろ胃腸薬ね、本当に昔より増えてきてるのは、やっぱり食生活が日本人変わってきてるっていうことね、肉類とかね、タンパク質とか多く食べるようになってきて、この逆流性食道炎っていうのもどんどん増えてきてる。私もこれ罹患してるって言えば罹患してるのかな、時々ひどい胸焼きとかありますね、続くんですよそれが結構ね、だから一旦なって食道とか傷つくんでしょうね、それがだからずっと残るみたいな感じで、食べて、今日もやりましたけど、食べた後眠くなってすぐ横になるっていうのは本来良くないと。それが若い頃だったらなんとかなったけど、加齢とともにそういうことを繰り返してると、なりやすくなるっていうかね、最近ないかな、ここ1年ぐらいは私、でも時々ありますね、ひどい、胸の痛みというかね、胸焼けというか、あります。あれが続くと、本当ね、食事するのも嫌になっちゃうっていうね、あと、ストレスね、逆流性食道炎とストレス。これ密接な関係あるみたいです。ほんとストレス。これは万病のもと。だから、皆さんね、ストレスは禁物ですよ。
めないように本当リラックスして楽に行きましょうよっていうこと、うん、好きなものは好きだ、嫌いなものは嫌いだってはっきり言って、はっきりそういう態度に示して、うん、本当ね、わけのわかんない人に合わせてるとね、ストレス溜まりますから、本当イカレポンチいますからね、世の中にね、本当にもう私が世界の中心だぐらいの人いますから、たくさんそういう人に合わせなくていい、うん、あと100人が100人に好かれる必要もない、うん、まあ私が目標としてるのは約3割ぐらいの人にまあ好かれる、または分かってもらえるぐらいでいいんじゃないですか、うん、合わない人なんかいるんだから、イカレポンチだらけなんだから世の中、うん、ということですね、はい、ストレス、あと肥満ね、あと出ました、アルコール、タバコ、うん、これも逆流性食道炎のみならず、まあ何でもそうですけどね、うん、ストレス、アルコール、タバコ、肥満、チョコレート、コーヒー、これら、あと炭酸飲料、うん、こういったもの、うん、じゃあ何食えばいいのって話になるんですけど、うん、まあ全てほどほどにっていうことですよ。私の場合多分コーヒー、これ私結構量飲みますから、コーヒーがまずい、しかもコーヒー甘ったらくして飲むんでね、私ほんと最悪なんですよね、はい、私の場合タバコとコーヒーかな、うん、あと時々チョコレートね食いすぎちゃうんですけど、はい、あとストレスね、うん、あと今後は肥満も、うん、もう注意することばっかりですよ、うん、で全てにおいていいのは運動することですよ、うん、はい、ということで中高年の皆さん本当にね、逆流性食道炎気をつけてください。これ結構続きますから、なると、うん、状態化すると人生が辛くなるんでね、常に胸焼け、常に胃のもたれみたいなね感じで辛くなっちゃうんで、今言ったね、食べてすぐ寝ないとか横にならないとかね、食べ物の油分とか控えるとかね、まあまあまあこれ何にでもつながる話ですよ。油分とか、あとアルコール、タバコ、ストレス、これら禁物ですし、肥満気味の人は特に注意してくださいということで、974回逆流性食道炎の話しました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。